やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと今日は占い師っていう職業の本質って何なのっていうことについてたまきが思うことをあの,の、のんびりゆっくり話したいと思います。お気軽な気持ちで聞いてください。はい。基本的に1日2本動画アップしております。チャンネル登録か、あチャンネル登録ぜひお願いしますそ。そしてツイッターのフォローもしくはあのチャンネルの通知音をぜひぜひお願いします。 これアップするときもうギリギリかな回転寿司占いのオンライン講座受付しております。8日までです。1月8日までです。はい。ね、楽しい講座なので、あの、動画概要欄をぜひご覧になってください。ね、占い師の、占い師っていう職業、皆さんは何を求めますか占い師に対して。まあ、それがね、思うのは、ご自身ご自身ね、お客様である、ね、皆さん、 占いを必要としてる人、占い師を必要としてる人が、占い師に何を求めてるかっていうのが、まあ本質そのものをね、お一人お一人の答えだと思うんですよ。例えば、アドバイスが欲しいとか、具体的なアドバイスが欲しいんだって思えばそれが本質だろうし、その人のね、まあただただ不安を取り去ってほしいって思えばもうそれが本質だろうし、いやなんかもう目に見えない世界の話をしたい。 なんか聞いてほしい、なんか目に見えない力が欲しいみたいなね、そういうのを求めてる人であればそういうのであろうし、ね、お客様にとって何かみたいなのが、まあそれぞれの本質そのものっていいんだろうなって、まあそう言うと、その、それこそ話もあるんだけど、あの、玉木がね、個人的に普段日々思ってることをお話しします。まああの話と同じだね、あの、有吉くん。 あの、占い師嫌いって言ったけど、占い師ってこういうことをしてるんだよって話した時と似たような話をします。あの時は有吉くんのことを出しちゃったので、あの、燃え上がりました。<laughs> あの今回はあの、普通に話すので、うん、あの、普通にゆっくり聞いてください。はい。まず、玉木が思う本質1っていうのは、まずは、1、話を聞いて不安感を取り除くとか、和らげてあげる。カウンセリング、カウンセラーさんと同じような役目ですよね。 とりあえずあの、ご相談者様っていうのは、とにかく不安です。何が不安なのか、どうして不安なのか、自分でもよくわからないもうだ、あのね、混乱の渦の中にて、話がまとまってません。ぐちゃぐちゃと脳内で、あれやこれやと、悩みがごちゃごちゃになってこう、紐、紐がこうぐちゃぐちゃしてるようになってます。それをこう、話を聞,聞くっていうだけで、 うん、話を聞くとかね、なんかメールに書いてくださるっていう、その作業だけでもうかなり話が整理されるんですよ、ご自身の中で。あ、自分こういうとこが不安だったんだとか、こういうのが嫌だとか、こういう部分に対して、うん、なんか強いストレス感じてたんだなっていうのは、話を誰かに聞いてもらうっていうだけで、うん、かなり和らぐので、まずその作業をします。なので、カウンセラーさんみたいなことを占い師はしてます。 そして、その上でですね、占いっていうツールを用いて2番、人生ね、そのものであるとか、その具体的な悩みへの、これは私は大事だと思っている。具体的なアドバイスをするですね。なんかぼんやり、ぼんやりしたアドバイスっていうよりは、あの、確実、着実にその人が明日から一歩前に踏み出せるような、じゃあ、 今日から明日からこれをもうやりましょう。具体的にこういう行動をしましょう。言動を起こしま、ね、言動をしよう。アクションを起こしましょうっていうめっちゃ具体的なアドバイスをします。で、これはもうコンサルティングだなって思ってます。人生ってやるとかね、人生、恋愛、結婚、子育て、いろいろありますよ。仕事とかね。もうコンサルタントですね。 コンサルタントの人生コンサルタントみたいな、うん、言うと、そんなことしてるな、そんなことしてるし、そんな風にならなきゃいけないんだろうなっていう使命感を感じてやっております。そして3番、これもすごく大事だと思っていて、これはね、あの、あの、具体的な1対1の 個人鑑定のみならず、この YouTube の動画を通してもそうなんですけれど、相談に来てくださった方、そして YouTube の動画見てくださってる方に対して、世の中の選択肢を広げるとか世界を広げる、あとは客観的に物事を見られるようにしてあげるみたいなことができたらいいなっていうのを常々考えています。ね、ここまでなんか、 あれ、占い、当たる当たらないは本質じゃないのって思う方いると思うんですけれども、まあね、そこを求める人であれば、うん、それが本質でいいと思うんですよ。でも、玉木が思うのは、当たる当たらないって本質じゃないのかなって、うん、なんだろう。まあ、本質かもしれないけど、まあこの辺にまあおまけ的に入るものかな、みたいな感じがします。うん、自分が占ってもらうものは、 占ってもらうことが好きだったんですね。占い師になる前に。めちゃめちゃいろんな占い師さんに占ってもらってた時に、自分は何を求めてたかっていうと、当たる当たらないは何も求めてなかったんですよ。とにかくなんか話聞いてもらいたくて、何すればいいのかどうしていいのか、うん、アドバイスが欲しい、ぐちゃぐちゃになってる自分をなんか何とかして欲しいみたいな感じで。そうだな、当たり外れっていうのあんまり、そして、そうだな。 その上手に聞いてくれる人に当たる、うん、そういう先生にぶつかると、当たり外れってもうどうでも良くなったりするんですよね。そんなもんなんですよ。なので、まあ、占ってもらうは内容にもよりますけどね。例えば、なんか家建てるから、風水的に見てとか、ね、なんかそういうことになってくると、あなんかガチでね、当てない人やばいな、みたいだな <laughs>、ね、なんか、なんか言い方が難しいけれど、絶対 二人当てなきゃいけないぜ、みたいな内容と、それよりも、あの、この辺が大事になってくるご相談内容と、まあ、ね、いろいろ違うと思うんですけれども、私の戦術、タロット、占いとする秘術、やってる中では、まあ、当たる、当たらない、ね、当たった、当た、当てたいですよ。もちろん当てたいし、それは根底にある。だから、なんて言うんだろうな。 こ、こ,ことは、この今話してるのとはなんか別次元っていうのかなあ,あって、当たる、外れるみたいなのは。また、当てたい、当てますみたいなのはもう別次元でもうな、なんだろう、根本の根底にあって、その上での本質みたいなことなのかなじゃ書いとこちょっとなんか誤解されそうだからもう、この、この土台として、土台、あ、当たる、当てる。 土台にこれがありまして、で、こういうことをしたいなっていう。うん。で、今3番の話してたね。話があちこちに飛んじゃってごめんなさいね。うん。選択肢を広げたい。世界を広げたい。見てくださってる方の。ね、YouTube の動画でも、私いろんなこと言うと思います。あの、客観的に見て、何の偏り、ね、政治的な心情も本当にない人間でして、ね、あの、何の偏りもなく、 うん、なんか中立な立場で見て、カードね、タロットカードみたいなツールを用いて見たら、タロットカードは、みんなはこう思ってたかもしんないけど、カードはこういうこと言ってるよ。どうこっちだったらみんなどうするのみたいな。こっちの世界ってみんな考えたことあるどうだったみたいな。そういう世界を想像してほしいみたいな。なので、世界が、そう、 そっちを想像すると、今まで考えたこともなかった世界が広がってるじゃないですか、こっちに。なので、それを、について考えることでね、皆さん、視聴者の、レスナーの皆さんの世界を広げてほしい。あ、そういう世界もあり得るんだね。あ、自分がなんか、自分一人だと、この世界しか見えてなかったけど、世界ってこんな広いんだね、みたいな選択肢とか、ね、広さみたいなのを感じていただけたら、めちゃめちゃ幸せです。 なので、そうね、政治的に右左とか、なんか固く心情を持ってる人もいるだろうけど、あ、なんか客観的に見たらあっちにもいいところとかあるよね、みたいな、こう、お互いのいいところとか、なんかそういうのを見つけられたり、自分のところの悪いところをね、こう、見つけられたりとか、なんかそういうふうにこう、頭を柔らかく柔軟に世界が広く、 なんか、そんな、ね、客観的に世界が見られるように、このチャンネルとか動画とかね、ね、もしくは個人鑑定とかを通して、そうなっていただけたら、私としてはむちゃくちゃ幸せです。たまきさんのおかげで、世界が広がりましたとか、あ、こういう考え方もあるんですねとか、言ってもらえたら、それは私の一番の幸せです。で、おまけとして、ま、これあの、有吉さんの話の時にも言ったけど、ま、これ、占いだけじゃなくって、 もうこれは占い関係なく、現実的に必要だなって思った場合は必要に応じて、例えばね、病院、警察、児童相談所、役所、弁護士などなどね、いろいろな専門家がいますよ。現実的な、実務的な専門家っていうのが世の中にいるんですって。そういう人にご相談くださいみたいな振り分けをします。ちょっと私のこの占いっていうツールだけでは、あなたの悩みを相談するには、ちょっともう限界ですと。 あるんですよ。もう警察行かないとそれ無理みたいな問題とかね、本当に。あるんですね。本当に、本当にあるんです。で、あの、悩んでる人とか、うん、もう、わけわかんなくなって、もう自分を見失っちゃってるとか、客観的に見えなくなってる人っていうのは、もう何、どこに相談すればいいのかもわからないとか、もうこういう存在すら思い浮かばないとか、いう方もね、いるんですね。いるんですよ。そうなんです。 え、役所にそんな相談窓口あるの知らなかったわとか、うん、え弁護士さんってえ何の相談するのみたいなわからない方とかね、うん、いらっしゃるんえ、警察、警察怖くないみたいな方とかいらっしゃるんですけれども、必要に応じて私はそこに行きなさいと言います。 これは他の占い師さんやるかなどうなんだろうね私はやらないきゃいけないと思ってるんだけれど、やらない占い師さんの方が多いかもしれないね。これはもう民生委員の仕事ですよ。民生委員は、あの、純、あの、公務員的なもんでしょで、ボランティアで、あの、無料でやる相談員だけど、あの、民生委員っていうのもいますからね。あの、地域に絶対。うん、もう、 本当、本当だったらもう占い師じゃなくて民生委員に直接もうみんな行けばいいみたいなも <laughs> うん。そのくらいにも思うんだけど、でも、そうね。まあ、占い師にもし、にしかできないこともあるから、もう全員民生委員に行けっていうのは乱暴かもしれないけど、そうね。とにかく私はこういうことは大事だと思ってしてます。うん。私の思ってるな、占い師の本質っていうかなん、本質な,なんだろうね。やるべきことっていうか、 それはこう、これらだと思ってます。カウンセラーであり、コンサルタントであり、民生委員であり、みたいなね。それをしなきゃ私がいけないっていう使命感を持ってやっております。ねえ、これはね、あの、霊感の占い師さんとかね。うん、あの、霊感霊師とか。例えばもう、この除霊をしなさいとか、もう霊が取り付いてるから全てが悪さをしていますみたいな感じだと、 多分ね、もう話も聞かないんですよ。話はしなくていいですよ。私はあなたの考えてることが全てわかります。って言って。で、アドバイスも、その、そういう感じでしょあの、もやもやっとした、ね。猫先祖様の悪い例がついてるのから、除霊をしなければいけません、みたいな感じで。 もうこの辺も多分ね、関係ないよね。店員みたいな。こんなのも多分関係ないから、私の言うことさえ聞いてれば全てうまくいきます。ね、お払いしむって、お札を買ってくださいみたいな。それ系の人はね、なんか、私、な、なんだろう、占い師っていうかもう宗教家かなって思ってるんですよ。職業としては。宗教家とか、霊媒師とかなので、なんかね、一緒にされるとね、困るかなっていう感じが、違うよなと思って、職業として、うん、なんかね、 でもさ、ごっちゃじゃない。電話の占い師でもさ、霊感の先生もいればさ、なんかこんな、なんか実用、実用的なんだろう。こんな、私みたいな人もいればさ、同じ電話、同じに電話占いですって言って、同じ、なんか似たようなページに載ってるさ、電話のね、鑑定のね、広告でもさ、そのくらい違いがあるから、うん、何が言いたいんだ。<laughs> とにかく私はあの、そんな、 現実的な感じで、あの、占い師の本質を捉えてますっていうことです。そうね、まあ、あの、カバラス秘術が8なんで、現実的な人間なんですよ。めっちゃ現実的なの。あの、例の性とかね、ご先祖様とか、なんか悪霊がついてますみたいな性にしたくないの。あの、確実に、その人、ご本人様がね、ご自身の力で確実に前に進む。 行動するみたいなのを進める占い師です。うん、だ霊媒師さんみたいなのはこっちが全部やっとくから待っててねみたいな感じでしょ。あなたは何もしなくていいからみたいななんかそういうんじゃなくてあなたがちゃんと自分自身を見つめ直して、まあ、努力しなさいよみたいな感じの。うん そんな人です。はい。<laughs> 占い師の本質って何っていうか、玉木っていう占い師の本質って何って話になっちゃったけど、私個人としては、まあ占い師を目指す人はなんか、こんなことができるようになるといいんじゃないかなっていうのは考えています。なんかそう思うと、そう考えると、なんかその悩みごとの種類あるじゃない結婚とか、恋愛、仕事、転職、起業とか。 子育て、いろんななんかジャンルがあるでしょ、種類が。それを経験したことのある人の先生がいいよねって私は思う。うん。なんか、結婚したことのない先生とか、占いさんも結構いるじゃない。そういう人になんか婚活の話とかしても、経験ないからどうなんだろうみたいなのは、なんかもう、子育てしたことのない先生になんか子育てのアドバイスとか、 あでも自分も子供だったことがあるから、まあ、それはまあ、わかるか。どうな、どうだろう。ね、私も介護とかの経験がないから、介護とか、そうだな。まあ、大体のことは、大体のきついことはやってきたけど、例えばさ、自分が犯罪を犯してしまいましたみたいなご相談、まあ、まあ、ないけど、今まで。まだないけど、そういうことをされ、そういう相談されたら、自分は経験したことないことを相談されたら、 100%のこのね、なんだろう、カウンセリング的なところで共感とか、うん、なんか話上手に聞いてあげられるかなって思うと、まあ努力は必要になるかなっていう感じはするけれど、頑張るけれど、まあでも、やっぱなんか経験したことのある先生、その悩みの種類に対して、経験したことのある先生に私だったら頼みたいかなって思うかな。 どうでしょうね。まあ、関係ない人は関係ないって。うん。ただ、ただ、占いで見てもらって当たればいいと思う人は、それでもいいだろうし。そうな私、はとにかく、どこまでも具体的に言いたいので。はい。そんな感じです。はい。お気軽に聞いていただけたでしょうか。なんかね、本当はライブで、こう、やる感じで、気楽な感じで茶でも飲みながら話したいなぁと思うようなお話だったけど。 一本の動画にして残してみました。はい。占い師になりたいなっていう人とか参考にしてください。なんか占い受けたいなって人とか、あとね、そう、私にこう鑑定依頼したいとか、玉木は日々どん、なん、何を思って動画撮ってんだろうみたいなことね、なんか疑問に思ってくださる方はこんなこと私考えてるよっていう。 ことを知ってていたただけたらとても幸せです。はい、いではじゃんけんこう。たまーきじゃんけんじゃんけんぽいチョキなのでグーの人の勝ちです。では、皆様のお幸せを本当に心からお祈りしています。いつも。その悩みとかね、こういろいろぐじゃぐじゃしたものがこう取れてほぐれていきますように。はいでは、さようなら。バイバーイ。